三代目 J ソウルアンドということで、ご覧くださいこの学校。おっしゃ、来た、来てますね。うん、ガンちゃん、これ今日どういうことですか。これはですね、前回ガンチャンネルという個人の企画で、劇団 EXILE の皆さんにも参加していただいて、サバゲー対決やったんですよ。健次郎さんも参加してもらって、スペシャルゲストで、でそれがね、もう異様に盛り上がりまして、めちゃくちゃ面白かったっす、ね、ちょ機会があれば、はい、ちょっと3代目メンバーでやりたいねっていうふうに喋ってたんで、うん、今日はね、来ちゃいました。いよいよ、なるほど、はい、実現しましたね、ということで、カウントダウン開始。5、4、3、2、1、ゲームスタート。ヒットかな。ヒット危ねえ。いた。あ、いた。俺強くない。今日はどうですか皆さん、自信の方はサバゲー経験あるよっていう方。ないな。ない。小学生の時にやった。流行りました、ね、サバゲーの。まあサバゲーの時みたいな。エアガンで。エリー似合いすぎじゃない？一人だけマジで本気の人いるから。リアルな。一人だけ。めちゃくちゃ強そう。本当に似合う。めちゃめちゃ強そうじゃん。ちょっと気合入ってますけど。いいね、気合入ってて、うん、すごいね。これ一回やるとめちゃくちゃ面白いんで。またやりたい、またやりたい。うん、あ、そう。なるなる。直樹さんどうですか、こんな鬼軍曹みたいな。これ思ったより重くて。重い。重いよね。本格的。刀とどっちが重いですか。あーんとね。え？ちょっと刀。そうだ。ああ、そうなの。刀重い。これ弾とかって当たったら痛いの？輪ゴムでこうパチンってこうやるぐらい、うん、多分これ肌出てるところがめちゃ痛いです。なるべく隠した方がいいです、うん、エリーとか結構痛いよ。いや痛いと思う、うん、どうしよう、直さんもこれ来ます。着ろ、さすがに着ろ。本当に痛いの嫌だから、うん、そうですね。ちょっと赤いこう丸がパチッとできる、うん、あざできる。この前はどっちが勝ったの。この間どっちやったっけ。どっちでしたっけ。どっちやったかな。どっちが上手かったですか。上手かったですね。分かった。2人とも上手かったと思う。そうそう。ケンちゃんから見たガンちゃんはどうですか。ガンちゃんズルするんですよ。ズルとかできるの。これルールで、うん、こう壁がこうあって、うん、必ずこうやって構えて打たないとダメなんですね、うん、壁がノールックでこうやって打ってダメダメですよって説明受けるんですけど、思いっきり初っ端からやってて。確かに。しかもこれのここを打たれましたよ。その壁、ここまで壁があってここを打たれましたから。ダッサズルしたのに。そうズルして負けんのダサい。ガンちゃんが見てケンちゃんは。いやでもなんかリーダーで、お互いリーダーだったんですけど、そうそう、なんかね、たまたまなんですけど、最後生き残るのいつもこの2人だったんですよ。一騎打ちになって最終的に。そう。ああ、なるほど、こういうパターン、はい、じゃあエアガンですね、はいはい、持っていただいて、はい、差し込んでいただいて、はい、はい、で、親指のダイヤルですね、はい、はい、1つ90度回してください。これですか。それです、はい、はい、これで OK です。これで安全装置取れたって感じですか。そうです、はい、はい、もう引き金引けば弾出る。あ、もう出ます。はい、これめっ、うわ、打ちづら、これ GoPro がね。おお、すごい、なんか光ってるよ。 OK です。わかった。はい、どうぞ。おー、はい、大丈夫です。はい、構えはこんな感じでいいんですか。そうですね、骨あたりに当たっていただける。おー、なるほど。おー、OK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 、分かったぞ。はい、電源入ってる。引き金引くだけで弾出ます。引き金。あ、はい、これお下げで。はい。おお。俺うまいかも。これOK です。はい、引き金引けば弾出ます。引き金引けば。はい、OK です。はい。出てる。出てますよ。なるほどね。OK。はい。ここですか。はい。ただね。はい。で、親指のダイヤルぐるっと一つ足、ぐるっと90度回します。親指。これですか。はい。上行くんすね。ちょっと上行くんすね。あ、了解です。さあ、これ大丈夫だな。最初は個人戦ですよね。はい、ちょっ
とご提案なんですけども、はい、まずは例えば個人戦をやって、はい、その1位にとか、はい、まあ、上位の方がリーダーになって、うんうん、はい、その方々がチームメンバーを選んでいくみたいな。ドラフト。ドラフト。なるほどね。いかがでしょう。いいと思います。いいですよ。はい、よし。しましょう。はい、じゃあゴーグルつけたらなかった。ごめんけどやっちゃうよ。あ、そうかそうか。